霊法鳥海三鳥海主言は山形県と秋田県にまたがる鳥海山において行われた主言道。古代より神そのものとされた懲海三は登山口ごとに主言が発展していった。以下、主言道の概要も交えながら鳥海主言について解説する。主言道は縁のオズぬが創始したと言われる。鳥海山信仰史によれば、 縁のオゼヌは静寂正常な場所、さらに雄大な山には、神が存在すると認め、そこを修行の地とした。修験の作法には、順部と逆部があるが、熊の山から、大峰山に入って、吉野山へ出る修行を順部という。これとは逆に、吉野山から、大峰山に入って、熊の山へ出る修行を逆部という。なお、長海山信仰史では修験には、 以下のような二杯が存在すると述べている。鳥海さんの場合、宗派と、入り棒の巡逆が、必ずしも上記とは一致しない。では散々と、主限道庫、川安明著作集一では、地理的な理由から、ある程度早く開けた登山口を表口、遅く開けた登山口を裏口と呼び、表口からの入り方を順部、裏口からの入り方を逆部とした例が、 では散々にも見られることから、懲海山でも同様に順部と逆部が称されたのではないか、と述べている。なお、鳥見山市では、矢島市団にある春の修行を順部、秋の修行を逆部と呼ぶ説を紹介している。古来より、懲海山は、神の山とされたが、神仏集合思想により、本日衰弱説がもたらされると、薬師如来が、日本の懲海山に鎮座する。 大物意味神となり、民衆を救済する、という前提から、長海山大権現が現れたとされ、長海さんは、神のご座す修行の場となり、矢島、小滝、吹浦、び丘などの主要登山口に、修験者が集うようになった。では散々と、修験道庫、河安明著作集一によれば、本寺は、薬師瑠璃港に由来、衰弱は、豊玉姫命だとされていた。 山形県市通信編第一関原史、古代中世編ではわらび岡が懲戒主限の一拠点となった時期は吹き浦に神宮寺が置かれた頃と推測し鳥見山市では吹き浦わらび丘よりも矢島方面の主限道が相当古い遺書を持っていると推測しているが峰々の曼洲家や入部方式が確立される経緯や各登山口に いつから修験者が住み着いたか等については、資料が欠けており、不詳である。やがて、各登山口の修験者は、諸事情から対立を深めていった。長海山信仰史では、各登山口に関する悪見軍師の一説を紹介している。それによれば、吹浦は、大物意味神を祀って、重木を社頭に置き、蕨岡は、懲海山大権限の学頭別頭として、 直接に山上に奉仕して、前山の支配権を共有していたのだと言い,い、同書ではこの記事を真実であると紹介している。また、胸札などの資料から見ると、長会山東廃修行道社を選抜するところの、鳥見山開発経営は矢島、小滝、わらび岡の三つの登山口の主源によって行われ、吹浦の主源は伝統により、 信量に頼ったもっぱら謝禅のカジギ島のみに収入を求めたとみられると述べている。鳥見山氏によれば、修玄は天台集計の本山派と新本集計の東山派に分かれて対立を深めていたため、江戸幕府は、慶長18年に修玄道派とを定めて統制を試みたが失敗したので、 本山派と東山派のどちらかに属さねばならないとする統制を試みたという。さらに、では三山と、修験道湖、河安明著作集一によれば、幕府は、慶長19年に、天台春を、宗教上の第一位とする、宗教政策を敷いた。鳥見山市では、修験道八都の制定に対応し、羽黒山では、独立を保つため一山すべてを、 天台宗としたに対し、長海山では、各登山口が系統をことにして発達した関係で、未だ本山派と登山派に分かれたままだったと述べている。さらに同書では、その状況を示すものとして、江戸時代に、主験者同士の争いが、矢島藩と庄内藩を巻き込んだ、霊堺論争を例に挙げている。すなわち、霊堺論争は、単なる、 山争いの問題ではなく、おののその系統や成立をことにした歴史的立場を主張したため、争いを激化させたと考察している。明治元年新政府は、神仏分離令を発布。明治5年には、主験禁止令が出されたため、長海山から主験者の姿は消え、現在は全く見られなくなった。では散々と、主験道庫、川安明著作集一では、 懲戒主言の崩壊から一世紀以上が経ち、生き残りの主言者も姿を消して、資料も散逸したため、懲戒主言の調査研究は、困難を極めるとしている。ABCD 松本良一、町会山新興志本の会1984年7月より、ABCDEFG 以降、川安明、では散々と、主言同行。 川安明著作手一和田書院2005年2月より、ABCDFG E 屋根崎岩造、鳥見山市国書館公会1983年12月より、山形県、山形県出資編、第一関原子、古代、中世編山形県1979年3月より、日本三大実録庭元年11月21日の、城で、悪味軍に、 神宮寺の存在が確認できるので、設置はそれ以前が推測される。明治時代に、五国寺に合併した。徳川家光の一周期法要で、実際には、江戸上野ではなく日光山で行われた。現在の不蛛人、ありがとうございます。